皆さんこんにちは、池田直子です。今日はここヤマハミュージック札幌店に新しいグランドピアノ C3X エスプレッシーブを弾きに来ました。どんな音色がするか楽しみです。まずエスプレッシーボっていう名前がついてるだけあって、弾いた時のこの響きのグラデーションがものすごく豊かだなっていうのは感じました。いつも曲を書く時にこの白と黒の鍵盤を使ってメロディーをねどういうふうにこう色付けしていくかっていうことを考えるんですけれども、やっぱりこの音色、この音の色っていうのが私の中では一番大切なことで、それを今まで思っていた以上のこう音の響きが今今日あったので、なんかこれをずっと弾き続けていくと今まで出会ったことのない新色に出会えそうかなっていうくらいのなんか豊かな響きは感じました。で、低音を弾いてもすごく柔らかくて、なんか下からこう支えてくれるような響きもあったし、あとはピアノの小さな音を弾いてもちゃんとこうサポートして柔らかい音色を出してくれるとか、なんかこう音が抜けることなく全体をまとめてくれるなっていう印象はすごくあって、自分の曲には合ってるのかなっていうふうに今日改めて思いました。ピアノの普段レッスンもしてるんですけれども、もし自分がこのピアノでレッスンできて初心者の生徒さんとかね、小さい生徒さんが来た時に初めからこのピアノでレッスンできていたら、なんかこう音に対する感覚とかっていうのが自然に身につくのかなっていうふうに思って、とても羨ましいなって、もしそれがレッスンでできたら羨ましいなと思いますし、少し進んできた生徒さんだったらやっぱり曲に合った音の作り方っていうのを先生と考えていくと思うんですけれども、いろんなチャレンジができるんじゃないかなっていうのがすごい印象にあって、これをなんかピアノのレッスンで使ってるところがあったら素敵だなって思ってます。やっぱりいい音を聞いた時ってすごく感動すると思うんですけれども、自分の出した音がわあいい音だなって子どもたちが思う瞬間ってすごくなんか喜びがたくさんで、あ、また前に進めるなっていつも思うんですけれども、なんかそれをもっと豊かな音色で、トライしていけるんじゃないかなっていうふうには思いました。私は普段譜面を見ながら譜面台を立てて弾くんですけれども、ここからやっぱり聞こえてくる音っていうのがいつもよりあったし、レッスンの時なんかは生徒さんがもう曲が仕上がってね、アンプの段階になった時に譜面台を倒して演奏してもらったりするんですけれども、やっぱり驚くんですよね、立ててた時と音が違うっていうので。だからちょっと遠慮しちゃったりして、でもそれが多分ないだろうなっていうのは思いました。うちのもこれに譜面台だけ